今エンジン音が高鳴ってスタートしていく。さあ降りてくる、まずはインフィニティ、そば切り広大スーッと抜けて、それに対してさあ上尾がここからグーッと寄りたいところ、まずはそば切りが振る、さあそば切りが振っていく、それに対して上尾が近づいてくる、さあ上尾が近づいてくる、そば切りが逃げていきたいところ、上尾が来た、さあここからの振り返してもう一回、ぐらい縦でグーッと寄った、いやギリギリのところ、さあそれでも夜には寄っている、上尾が近いところ抜きたて、これは取りに行かなくてはならない、おそらくスポッターからもそういった指示が飛んでいるでしょう。ベテラン上尾の AT に対して、さあそば切り、これは食い込んでいかなくてはならない、さあ行けるか、さあ行けるか、まずは上尾がグーッと行く、それに対してそば切り、さあそば切りがまだ寄ってはいない、いやー角度がなくなるような状況になってきた、さあ近いところに入った、寄っていこうというところ、さあこっから寄ったそば切り、こっから寄っているサイドバイサイド、いいところ、そして抜き差し最後の寄り、上尾が先行、後追い川端雅人、さあ川端どんな後追いを見せるのか、 VR 搭載の180に対してフーデ ZGR86、 さあまずは近いところ、まずはグッと近いところから、さあまずは上尾に対して、上尾の音が消える、それに何とか合わせたか、何とか合わせた川端、この辺りは絶妙コントロール、しっかりと見ながら、それでも取っていこうというところ、このスピードコントロール非常に難しいところ、この上尾が行くのか行かないのか、こういったところをしっかりと見届けて、最後川端ですよ、これは川田選手がトスを落としました、だいぶトスの得点を落とした、さあ入れ替えの2本目、これは上尾が取りに行けば分からなくなる、さあまずは川端が行く、そして上尾、いやーここでまたちょっと戻りそうだ、入れてはいない、さあ遠いで寄れていない、さあどうだ、ここで近いところ、さらに来るか、さあどうだ、いいところまでは並んでいる、近いところに赤いマシンが寄った、さあ寄ったギリギリのところ、今フィニッシュ、こちらが勝って中村直樹と対戦するのか、今一気にスタートしていく、まずは松山が青いマシン、そしてその後ろから赤いマシン、上尾和弘スーッと飛び込む、いやしかしここは入れない、さあ逃げていく松山、しかしもう一回行く、上尾和弘、さあもう一回行く、近いところに来る、一回縦にして、そしてグーンとまた寄っていく、さあこの辺りのコントロール巧みに見せる上尾和弘、中心なんとかギリギリ近いところまでは、さあ松山またえげつなくしっかりとおそらくついていく、入り込んでいく、すごいところ来るぞ、さあ松山、ちょっと抑えた、さあどうだ、しかしそれでも入ってる、いや怖い、いや危ない、止まる、危ない、さあ戻りそうな松山、いや完全に仕掛けられる、あー両者戻って接触、ダメだ、いけない、松山が合わせられない、これに合わせるのは辛いぞ、相当辛いぞ、これで赤地点シグナルジェット、そして消えてスタート、まずは中村直樹ぐーんと行く、もうこの下りから行く、さあそれでついていけるか、上尾和弘が行く、中村直樹が行く、上尾和弘が行く、それでもついてった、さあ上尾和弘いいところに行く、上尾、さあそれでもまた寄らない、こっから速いぞ中村直樹、こっからぐーんと上がっていく、さあ上尾がどれだけ寄れるか、まずは上尾、完全に取りに行こうというよりもエンジン音が高鳴って今スタートしてた、さあ上尾が行く、こ
これをどこまで読み切って、さあ中村直樹が、中村直樹がまずは見ている、見ている、でも入る、入る、入る、入っている、やっぱり入っている、入っている、この辺りはさあここも待てる、ここも待てる、ここも待てる、待つ待つ待つ、やった、待った、待った、待つ待つ待つ、待った、待った、いやーこれは、これはこれはいった、これはいった、やっぱり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 